自分の水分量、自分の水分量が軽量化につながるのは1キロ減らす。ハイカータイム。皆さんこんにちは、ハイカータイムの JK です。今回も動画を見に来てくれてありがとうございます。今回の軽量化のコツは、自分の飲む水分量を知ることが軽量化につながるということをお話ししていきたいと思います。ハイカータイム。皆さん、なんとなく山に水をたくさん持って行ってませんか？今回の軽量化のコツは、自分の飲む水分量を知るということなんですけども、そもそもなぜ水分量が軽量化につながるのか疑問に持たれる方いらっしゃるかなと思うんですけども、これはウルトラライトハイキングを実践していく上でめちゃめちゃ重要な情報になってきます。誰もが持つ必要がある水、自分の飲む適正な量、これを知ることで余分な水を担がずにより軽量に歩くことができます。ハイカータイム。はい、ではどう軽量化につながるのか、3つの視点でお伝えしていきたいと思います。ではまず1つ目はですね、10キロハイクで何リットル飲むのか、なかなかわからないですよね。では2つ目ですね、なんとなくボトルを満水にしないこと。3つ目ですね、水を捨てる勇気。はい、じゃあこの3つの軸で、お話ししていきたいと思います。ではまず1つ目からどうぞ。ハイカータイム。では1つ目ですね、10キロハイクで何リットル飲むのかっていうところなんですけども、これは回答が難しい質問で、かつ日頃から計測しないとなかなか出すことができない数字かなと思います。はい、でまず10キロ歩くのに、何時間かかるのかっていうところから、考えていきます。はい、で一般の人が1キロ歩くのにだいたい25分から30分ぐらいかかると言われてます。なので、単純計算すると10キロで、5時間ほど、かかることになります。はい、でまあ休憩入れると、まあ、5時間半ほどと考えて、まあ、5時間半でさて何リットル飲むのかっていうところですね。はい、でこれもちろん春夏秋冬で発汗量、汗のかく量ですねが異なってくるので、季節ごとに、まあ、飲む量っていうのは異なるとは思うんですけども、一番飲むであろう夏とした時に、5時間半で人はですね 1.2 から 1.5 リットルぐらい、飲むと言われてます。はい、ただ僕の場合、体調が良ければ一般の人よりも少し早くですね、10キロを3時間ほどで、スピードハイクします。はい、またレイヤリングでですね、発汗量を抑えることで、まあ、水分量もさらに減らすことができたとして、まあ大体常人の、半分ぐらいですね、 700ml ぐらいでいいかなっていうふうに考えてます。はい、あとはまあ水場が豊富なところなのかっていうところで、まあエマージェンシー用の水を、持つか持たないか、どれぐらい必要なのかっていうところを、考えてたりします。はい、ハイカータイム。自分自身の適量を知ることで無駄な水を持つことがなくなるので、人によっては 500g ぐらい、もしかすると人によっては1キロ、減らすことができるんではないかなと、思います。ハイカータイム。はい、では2つ目ですね、なんとなくで満水にしないっていうことなんですけども、はい、この間新穂高温泉から、亀平山荘まで、歩きまして、休憩後に都合6山荘を目指すってことになってました。その際ですね、友人が鏡平山荘で1リットルのボトルにこれ満水入れてたんですね。はい、でまあその鏡平山荘からすごろく山荘までで、まあ、3.5 キロほどあるんですよ。まあ、大体時間にするかも2時間から2時間半ぐらいのコースタイムになるかなと思うんですけども、まあ、そこからすごろく山荘まで歩き切った時に、まあ、大体どれぐらいの水の量が残ってたのかってことで、ボトル見してもらったんですけども、700ml、残ってました。はい、でまあ、スゴロク小屋でも、水を手に入れることが、まあ、できること、まあ、そして自分の飲む水分量っていうのを、まあ、知っていると、僕であれば 500ml で十分だったんじゃないかなと思います。はい、で残りじゃあ 500g は、まあ、エマージェンシー用として持つ方もいるかなと思うんですけども、僕の場合、まあ、3.5 キロでかつ、まあ、安全な道であれば、まあ、そこまでのエマージェンシー用の量は必要ないかなと思うので、まあ、大体まあ、スゴロク山荘で水が入るのであれば 500ml ぐらいが、妥当だったんじゃないかなとも、思います。でそういったところを考えるとですね、まあ、もちろんボトルに満水ね、やっぱ顔購入すると入れちゃうかなと思うんですけども、あの自分にとってやっぱ十分な量を知ることで、こう余分な荷物っていうのをやっぱ減らせるっていうことを、認識しておくことが、必要になるかなと思います。ハイカータイム。
はい、では3つ目ですね、水を捨てる勇気になるんですけども、皆さんございますか？はい、山で水を捨てるっていうのは死を意味するぐらい、まあ、リスク高いことではあるんですけども、もし天候がピーカンではなく、また先にある沢が生きてる情報があり、そこまでの距離、あと高低差ですねを考慮するんであれば、担いでる余分な水をもう捨ててしまって行動スピードを上げることができます。はい、ただここで気をつけないといけないのは、もちろんエマージェンシー用の水っていうのは人それぞれ変わってくるかなと思うんですけども、そこはちゃんと確保したまま、その沢までたどり着くっていうことが重要かなと思います。ハイカータイム。はい、では以上3つの軸からですね、自分の飲む水分量を知ることがどう軽量化につながるのか、これを詳しく説明してきました。いかがでしたでしょうか？はい、でやっぱ自分たちがいてる環境っていうのって、蛇口をひねれば、まあ、常に簡単に水って手に入りますよね。まあ、そうすることで、まあ、自分たちが欲した時に手に入ってしまう。それはやっぱりこう自分たちが必要な量というのを見えなくしてしまっていることにもなるんですね。そこに意識を落とすことで判断材料ができて、余分な水を持たずにより軽量に歩くことができます。ハイカータイム。はい、さて今回の軽量化のコツでお伝えした方法論について、 JK とはまた違う考え方を持つ方、いらっしゃいましたら、ぜひですね、勉強させていただきたいので、そちらコメントいただければと思います。またですね、ハイカータイムで今後取り上げてほしい内容など、話してほしい内容がありましたら、ぜひそちらも、コメントをください。はい、それでは皆さん、動画をご覧いただきありがとうございました。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や1つの道具で2つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などをハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたら、ぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですね、すぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。